2022年11月16日、ロシア国防省はウクライナ南部ヘルソン州において、ロシア軍が運用している自爆攻撃型ドローンランセットが、ウクライナ軍の地対空ミサイルシステム S-300 を発見して攻撃し破壊したとして、偵察用ドローンによって撮影された破壊した際の動画を発表したよ。しなしながら、その後の調査によってランセットが攻撃して破壊した S-300 はウクライナ軍のものではなく、Z マークが書かれたロシア軍のものであることが判明し、ロシア軍が誤認して自分の兵器を攻撃して破壊したことを自慢げに発表したとして話題になっているな。それが本当ならすごく間抜けな話だよね。呆れてものも言えない状態だよ。さて今回は、ロシア軍が誤って自分の対空ミサイルシステムを破壊したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。S-300 は旧ソ連製の地対空ミサイルシステムなんだけど、ロシア軍とウクライナ軍双方で運用しているため、見た目だけではどちらのものであるかの判別は困難で、攻撃される前のこの S-300 が撮影されている衛星画像などがあり、横から撮られた画像にロシア軍を表す Z マークが書かれていたことからロシア軍の S-300 であることが判明したんだ。S-300 は旧ソ連時代に開発された長距離地対空ミサイルシステムで、ロシア版ペイトリオットミサイルとも言われている汎用対空ミサイルシステムで、S-300PSA10 グランブルと S-300FSAN6 グランブル、それと S-300V に分けられ、対地攻撃用としても運用されているよ。S-300 は通常の超高高度域までの対空迎撃のほか、弾道ミサイル防御システムの一環を担う形での弾道ミサイル迎撃も任務可能とされ、西側の軍事筋が注目している兵器の一つで、ミサイルはメンテナンスフリーの発射筒キャニスターに格納されていて車両に搭載され輸送されるんだ。発射位置での展開時は発射筒を垂直に立てて、コールドローン機方式での垂直発射が行われるよ。システムは発射機、多機能レーダー車両、指揮通信車両、整備車両、補給車両などで構成されていて、発射機には送輪式と送機式の2種類があり、発射後は短時間で撤収して次の攻撃地点への移動と、発射位置を探知された後の攻撃を避けることが可能なミサイルシステムってわけ。このロシア軍が破壊した S-300 の動画をよく見ると、映っているのは多機能レーダー車両と指揮通信車両のみと見られ、ミサイル発射機などがなく、レーダーにも伸縮アンテナなど必要不可欠な装備がないことがわかるな。また、この S-300 が映り込んでいる動画や画像が他にも発見されており、2ヶ月以上もこの場所に設置されていることが判明していて、本来なら反撃を避けるために発射後に場所を移動しなければならないはずであるのにとても考えられない運用がされており、放置されたものではないかとの指摘があるよ。そして、この S-300 の車両の横に、ロシア軍の装備であることを表す Z の文字が白く記されている画像が発見されたことで、当該の S-300 はロシア軍が放棄した S-300 であることが判明したってわけ。つまり、ロシア軍は故障などの理由で運用できなくなって放棄した自分の S-300 を自らの攻撃型ドローンによって破壊した動画を、ウクライナ軍の S-300 を破壊したとして誇らしげに公表していたことになるね。それをロシア国民に対して発表するというなんとも言葉のかけようのない大恥をかいたことになったわけだね。また、この S-300 を攻撃した自爆攻撃型ドローンランセットは、自動小銃メーカーとして有名なカラシニコフグループが開発したドローンで、空飛ぶカラシニコフなどという呼称が付けられているよ。重量 12kg、 弾頭 3kg と手軽に携帯することができ、行動半径は 40km とされ時速 130km で30分間飛行し、GPS などの衛星ナビゲーションを使用せず、独立飛行して標的を発見すると攻撃するという、いわゆる徘徊型の自律攻撃ドローンってわけ。破壊された S-300 が放棄されたものであるとすれば、レーダー波を発していたわけではないので、上空からキャッチした画像によって突撃を敢行したとみられ、敵味方を識別するような機能はないものと思われ、この場所に S-300 が放置されていたことを知らなかったロシア軍部隊が戦果として公表したのであろうとみられているんだ。
ウクライナに展開しているロシア軍正規軍の他に、東部ドンバス地方の新ロシア派武装勢力によるドネツク共和国軍とルガンスク人民共和国軍や、ロシア連邦の一員であるチェチェン共和国のカディロフ首長が私兵として率いている部隊のほか、民間軍事会社であるワグネルの戦闘部隊など多彩な軍隊が入り混じっているため、指揮統制が全く取れていないことが西側諸国からも指摘されており、このような同士打ちのケースは後を絶たないらしいね。このロシア軍の同士打ちについては、10万とも言われているロシア軍死傷者のうち6割が同士打ちによるものとする情報もあり、ウクライナ軍による攻撃での死傷者より同士打ちによる死傷者の方が多いというよ。これもまた事実だとすればなんとも呆れた話だよね。かつては共に旧ソ連であったロシア軍とウクライナ軍は同じ旧ソ連製の兵器を運用していることから、このような同士打ちが起こりやすいこともあり、ロシア軍は戦車や装甲車など軍用車両に Z の文字を書き込んでいると見られているんだけど、視認した上での攻撃であればともかく、ランセットのような徘徊型ドローンには区別がつかず、今回のような滑稽な同士打ちが発生しやすいんだ。ウクライナ軍ではこの機会に、運用している兵器や装備を西側諸国の兵器に入れ替えるとの考えがあると見られているけど、侵略軍との戦闘が継続している状況ではそれもまたなかなか進まず、時間が必要であろうと見られているよ。11月15日にウクライナの西隣にあるポーランドにロシア製ミサイルが着弾して、ポーランド人に死傷者が出た事件では、当初ロシア製ミサイルと報道されたことから、ロシア軍対北大西洋条約機構NATO の戦争に拡大することが懸念され、国際世界が固唾を飲んで成り行きを見守ったんだ。その後の調査によって、同日にロシア軍がウクライナ全土に対して実施した飽和的なミサイル攻撃に対して、ウクライナ軍がミサイル迎撃のために S-300 から発射した対空ミサイルが制御を失ってポーランドに着弾したものであることが判明して、国際社会は胸をなで下ろしたらしいな。ウクライナ軍が S-300 などの旧ソ連製兵器を運用している限りにおいては、再びこのようなことが引き金となって世界大戦に発展する可能性を否定できないために、ウクライナ軍の兵器や装備を早急にロシアが保有しない西側諸国のものに変更する必要性を唱える声が高まっているよ。ポーランドのブワシチュク国防相が11月23日に、この事件を受けてドイツからポーランドに提供されることになっていたアメリカ製の地対空ミサイルシステム、パトリオットを、ウクライナに供与するよう、ドイツ政府に要請したことをツイッターに投稿して明らかにしているね。ブワシチュク国防省の投稿にはウクライナへパトリオットを配備することで、ウクライナにおいて死者や停電のさらなる増加を防ぎ、ウクライナと接するポーランド東部国境の安全も向上させると説明しているんだ。ドイツ側では当初、ポーランドのウクライナとの国境地帯にドイツが保有する、パトリオットを配備することでポーランド側と詳細を詰めていると見られていたが、このブワシチュク国防省の提言を受けてどう対処するかについては、今のところ明らかにはされていないな。ウクライナに供与されている西側の最新防空システムとしてはこれまでに、アメリカからナサムスが8機、ドイツからはスウェーデン、イタリアと共同開発された IRIS-DSLM が4機、またスペインからもイタリア製のアスピーで18機が供与されることが発表されており、一部はすでに運用訓練を終えて配備が始まっているものもあると見られているんだけど、ロシアによるウクライナへの無差別飽和的なミサイル攻撃がこの先も続くようであれば、さらに追加供与される可能性があるとの見方が広がっているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。